近、優勝祝勝会でおかしな人物が発見される。28日、巨人が広島に勝ち4年ぶり48度目のリーグ制覇を達成した。試合後に行われた優勝祝勝会で、1名明らかにおかしい選手が発見されたとして話題となっている。お酒をかけないでくださいと書かれたプラスチックのボードを首から下げて参加したのは19歳のベテラン浅野翔吾選手。球団はビール3000本の他に、浅野選手用に炭酸水を準備。プロ2年目にして素晴らしい飛躍を遂げた期待のベテランは、ハヤトさんとかが炭酸水かけてくれたので嬉しかったですと喜んだ。これに対しネット上では大きな笑いが起こっている。まあ予想通りなんだけど、いざ見てみるとおもろいな。都合の時みたいな可愛さはないな。これが未成年なの、普通にノーバブル。おっちゃんゲコなんやろうな。この写真は不思議とちゃんと19歳に見えるな。ノンアルビールですらないの好き。朝の可愛い。なんじぇ今Qチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。